ヘイヨーサップ山本です。私は今 UAE のシャルジャに来ております。宿泊しているホテルの中でございます。ホテルの動画は前回お届けしておりますので、そちらでご確認ください。今回お届けする動画はシャルジャの街中を紹介しようかなと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元 V リーガー私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。このホテル5泊6日しました。ただ何もしません。ホテルからほぼほぼ出ておらず、動画編集と今後のルートを考えるという作業にずっと明け暮れてて今に至ります。なので今回は久しぶりにコンタクトレンズ入れたんですけれども、シャルジャの街中の様子をご案内します。いや、そもそもお前シャルジャって言ってるけど、シャルジャって何よって思われた方結構いらっしゃると思いますが、今いる UAE アラブ首長国連邦です。7つの首長国が合体した国になりまして、皆さんご存知の方多いと思います。ドバイ、他にはアブダビ、これも実は一つの首長国なんですよ。ドバイ首長国の中のドバイ、アブダビ首長国の中のアブダビみたいな形で、今回そのうちの一つシャルジャ首長国という場所になりまして、ドバイから少し北にある場所なので、まあ、ほぼほぼドバイと言っても変わらないぐらいの距離かな。ドバイ空港からも1時間弱でここまで来ることできますので、あんまりシャルジャに来たなっていう感じはないです。ただドバイよりも気持ち物価が安いんじゃないかなっていうのを今感じておりますので、今日は近くにスークがあったりだとか、いろんな見どころあるみたいなので、ドバイと何が違うのか、こういったところを中心のお届けしようかなと思います。それでは灼熱のシャルジャの街中に繰り出していきます。行ってきます。まず最初は真ん中に見えている建物、わかりますでしょうか。あそこに行きます。果たしてあれは何なんでしょうか。最初の目的地はセントラルスークなんですけれども、ホテルの部屋からは毎日のように見てたんですけども、でけえな、これ。おそらく両サイドどっちもスークなんじゃないかな。めっちゃでかいな、きっと。何が売ってるんでしょうか。行ってきます。入り口には噴水もあって、なんかモスクみたいな雰囲気だな。建物の作りとしてはモスクっぽくないですか。それでは行きましょう。まだ入り口入ってないんですけども、ちょこちょこお店見えております。へえ。まず入ってあるのが両サイドともにすげえ貴金属、ドバイのゴールドスーク思い出すな。あとはどこだっけな、トルコにもこんな両サイドに金ピカピンの貴金属扱うお店があるスークあったな。すげえ、やっぱりこの中東のオイルマネーで皆さんこういった貴金属、もちろん投資目的で買われる方も多いとは思うんですけれども、すげえなこれ。もしかしたらこういったのが反対側の建物にもこういった貴金属類のお店があるのかもしれんな。中古の金も買い取るでーっていう表記がございました。試しに見てみましょうか。どれにしようかな、これ、値段書いてない。怖っ、恐ろしいんでやめました。いくらかは、ね、このお店だったら書いてるかな。 いずれも書いてないな、値段は。いずれにせよ高そうなのは間違いない。まあ、なのでこういった貴金属類もありますし、他にもあるのかな、上もあるみたいなんですけども、エスカレーターは動いてるね。まず上から行ってみましょうか。上に来ましたが、ここにもお店あるんだ。あっちの方行ってみようか。このフロアはペルシャ絨毯のお店かな。うわ、高そう、やば、高そうだな。万博行ったら300万ぐらいのペルシャ絨毯普通に売ってました。ただあまり目立たないですよね。下のお店はこのようにきらびやかなんですけども、上のお店はなかなか目立たない存在なのかもしれない。やっぱりペルシャ絨毯売るお店多いな。すげえよこれ。この奥にもあったり、あ、モスクといいますか礼拝所、プレイヤーズルームもここには併設されているみたいです。今ちょうど左側がプレイヤーズルームでお祈りされている方が何名かいらっしゃいました。すごいな。うわ、2階も2階でやはり貴金属売るお店もあるみたいです。ちなみに反対側にも同じように貴金属売るお店や絨毯売るお店がありそうです。下は相変わらず貴金属です。店多すぎじゃねって思うのは私だけでしょうか。中国語書いてる、ロシア語と。引き続き絨毯だったりランプみたいなもの売るお店もある。これお土産かな、すごいな。え、金色のトランプかなこれ、すげえ。いろんなものな、クジャクだったりアイラブドバイ、すごい。でもやはり引き続きこのフロアは絨毯が多いな。絨毯屋さんだらけ。反対サイドも絨毯屋さん。下に降りてきましたが、軽食屋さんだ。スイートコーン10ディルハム、
意外に高いな。トルコだったらこれめちゃくちゃ安かった記憶があるな。このポテトツイスターもどこだっけな、ポーランドか、ワルシャワでこの半額ぐらいの金額で食べたような記憶があります。これ結構美味しいんだよな。意外だな、このスープの中にこういった軽食レアさんがあったり、下はやはり引き続き貴金属が多いので、今度は反対サイドに同じような建物スークありますので、今度反対サイドのスークの方行ってみようかなと思います。本当に貴金属いっぱいで、貴金属大好きな方にはたまらない場所ではないかなと思います。それでは次は反対サイドの建物行ってきます。さて、ただいま連絡通路に来ておりまして、こういったスカーフ類はドバイで買うよりも半額らしいですよ。カシミヤのスカーフということで、やはりドバイは皆さんいろいろと人が集まりますし、土地の値段も高いとは思うので、そこに比べたらシャルジャは土地の値段もおそらく安いのではないかなと思いますので、シルクのカシミヤスカーフお求めの場合はドバイよりもこちらのシャルジャの方が安く買えるらしいので、ぜひ来てみてはいかがでしょうか。そして連絡通路を渡る前に、多分これに中古の宝石かな、まあ、それでも綺麗だな。こういったやつですね、こういったやつがドバイの半額で買えるらしいです。反対側に来てみたんですけども、まるで違う。先ほどいたところは貴金属売るお店が多かったんですけども、こっちは服、スカーフなどなど衣類系が多いな。まるで違う。すごいおしゃれやな。フレッシュジュース、こういった売店、軽食屋さんもあったり、 あとはお直ししてる人たちがいる、こういったお店があります。下も下でまた違った雰囲気なので、こんな感じなんですよ。全然違くないですか。さっきはもう貴金属屋さんしかなかったんです。こっちは靴屋さん、服屋さん、軽食のカフェテリア、そういったお店が多いです。2階のエリア紹介しましたら、次下のエリア紹介します。作りとしては同じなんですけれども、入ってるお店がまるで違いました。ここは絨毯の店か、絨毯屋さんも引き続きございます。お土産屋さんもすごいな、いろんなもの売ってますし、骨董屋さんみたいなアンティーク商品売っているようなお店もありました。すげえなこれ。下のフロアに降りてきましたが、最初に紹介したエリアにあれだけあった貴金属の店ほぼないです。こういった簡単に売ってるお店はあるんですけども、ほとんどが服、お土産、ここの商品が多いです。お、カンドゥーラ売ってる。自分買ったカンドゥーラすごく安物だったので、やっぱりいいカンドゥーラは違うんでしょうね。よくよく調べたら、この紐、これがついてるのがカタールスタイルらしいです。あとは国によって襟がついてたりついてなかったりっていうのもあるので、パッと見で、あ、こいつはここの人間だなっていうのはこっちの人は分かるらしいです。あー、てなわけで貴金属屋さんがまるでないんですよね。女性用の服が置いてあったりだとか、プレステ5?スイッチ?ゲーム機?おもちゃ屋さんか、おもちゃ屋さんもあったり、なんだろうこれ、香水屋さんか、あったりだとか。すげえな。ちなみに私プレステ2で止まってます。お、ダウンジャケットもある、すごいな。あ、ゲーム屋さん、スイッチもある。まだスイッチって日本でも手に入りにくいんでしょうか。いや、本当に先ほど言ったエリアとまるで雰囲気が違う。ほう、グッチのショルダーバッグ売ってるんですけど、果たして本物なのかな。ちなみにスカーフは10ディルハムであったり15ディルハムということで、先ほどちょろっと紹介したコーンと同じ値段、300円ぐらい、15ディルハムは450円ぐらいなので、おそらくドバイで買ったらもっともっとするのではないかと思われます。いや、いろいろ紹介しましたが、このスークもなかなか面白いですね。2つメインの建物があって、片っぽが貴金属だらけで、もう片っぽが服など売っているお店が多かったので、スカーフであったり、あとカンドゥラとかも僕はデイトゥーデイという日本でドンキホテみたいなお店で買ったんですけども、こっちで買えば本物の生地といいますか、いい生地を使ったカンドゥラを買うこともできそうですね。いや、面白いわ。やっぱこういったスーク巡り面白いな。というわけで、また次の場所行ってきます。果たしてシャルジャという主張国何があるのでしょうか。ただいまシャルジャクリーク通過中です。思いのほか水きれいだな。これ下にカメラを向けると、どうでしょうか、下の水見えるな。浅いから見えるのかな。で、奥の方行くと深いからちょっとよどんで見えるんですけども、もしかしたら水もきれいなのかな。ここは入り江になってるみたいで、反対サイドが海へとつながっているみたいです。あっち側が海につながる方になります。今正面には UAE の国旗が大きくたなびいております。そしてここには遊園地なのかな、観覧車があるんですけども動いてない。
で、この遊園地の敷地もなんだかゴーストタウン化してるな。もしかしたら潰れてんのかな、これ。結構廃材だらけというか、うん、これやってなさそうだな。こっちの方来てみたはいいけども、マジか、無駄足でした。なので先ほどまでいた方までまた戻ります。例の遊園地ですが、おそらくこれゴーカートのコースだったんじゃないかっていう感じの雰囲気はあるんですけども、ご覧の通り荒れ果ててますよね。なので潰れてしまったのではないかと推測されます。続きましてこちらです。なんて書いてるか全く分かりません。入り口はもう少し奥かな。果たして今のアラビア語、この建物の名前を表しているのでしょうか。私も知りません。さて入り口ですが、ショッピングカートがあるということで、何かのショッピング施設であるのは間違いないとは。おお、すげえすげえ、市場だ。おお、いいね、でっかい市場、すごい広そう。これまず今の入り口入ってからはデーツとかか、夏目やし、全部デーツ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 、オールデーツ、すごい。ババ、はい、グッド、where from? ジャパン。こっちもデーツだらけや、すげえな。で次の店もデーツ、反対側もデーツ。ハロー、はい、グッド。こっちもデーツ、ジャパン。こっちもデーツで、こっちもデーツで、そしてこっちもデーツで、こっちもデーツ、つまりもうデーツ屋さんしかない。おそらくエリアごとに固まってるんでしょうね。先ほど言ったスークも金が売ってるお店は貴金属、服は服みたいに固まったので、そんな感じではないかと思われます。でっけえなこのデーツ、しかしこのでかさ。隣の通路来てもやっぱりデーツ屋さんだらけで、一つ面白いのがこれデーツ山積みになってるんですけども、半分から先はこんな感じなんですよ。まあ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 、こういったやった方が高く見せられますからね。見せ方も大事。次のエリアは野菜かな、ですね、野菜果物売り場がめちゃくちゃ多い。ほら栗があったり、なんだろう、ぶどうがあったり、梨があったり、みかんがあったり、いろんな果物、これなんだっけ、あてもやとかその名前でしたっけ、があったり。あ、ちっちゃいパンある、ベイビーパインって、すげえ。わあ、いろんな果物あるな。バナナもあるし、スイカ。あ、こっちのスイカ細長いんだ。今回ホテル泊まって久しぶりに野菜をいっぱい食べたので幸せでした。野菜不足に陥ったため、ドバイにいた時はものすごく汗が臭くて、右脇から異常なぐらい汗臭かったんですけども、今は収まっております。やっぱり食べ物で体臭も左右されるのかなと改めて思いました。次のフロアは野菜とナッツ類売ってる、ひまわりの種とかバナナチップとか。思うんですけども、こんなに店あるんですよ。多分果物とかフルーツ屋さんだけでも八百屋さんっていうんですか、100軒ぐらいあるんじゃないですかね。ありすぎじゃねと思っちゃうんだけども、これで成り立つのかな、ちょっと心配なところがある。あ、めっちゃレモンのいい香りした。これか、めっちゃいい匂いする。いやいいね。野菜も大根ちっちゃい大根、これおそらく昔スーパーだったんじゃないかな。大型の店舗がガラッと跡形もなくなくなってて、こっちのエリアもテナント募集というか、テナントが全く入ってない。壁際までずっと続いてるし、冷蔵庫とかもそのまま置かれたままになっております。もしかしたら昔はもっと店舗数があったのかもしれません。ナマステー、ハロー、ハロー、ハロー。この子緊張してるのかな。まあそれはね、変な日本人にハローって言われたらそれは固まっちゃうよね。だからこの子も TikTok やってるみたいです。めっちゃ固まってる。さてこの子がみかん持って何やってくれるのかな。おお、oh, what do you have? A mandarin? What did you buy? Your jam? Jam? See, you have to tell, okay?You have to tell loudly hello and the name of that mandarin. Are you listening? Mommy is going to give you lollipop. まあ、というわけでお母さんがいろいろと指示入れてるんですけども、この子はもう喋、okay. らない。この子の声一回も聞いてねえぞ。ただただひたすらみかんを持って、みかんを持って、どうするんだ、どうするんだ、どうするんだ。
おお、ひたすらカメラについてくる。いやー、あのエジプトのどこだっけな、アスワンだったかな、あのハローボヤ、皆さん覚えてますか、ずっとハローハローって言ったあの子、あの子思い出すな。いやー、めんこいね。これぐらいの年代が一番人生で可愛いんじゃないかなと思います。もちろん僕もこれぐらいの年代は多分可愛かったと思います。 Thank you! バイ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 。スーパースター、スーパースター、イランダスーパースター、バイバイバイ。あの子一切喋ってくれなかったな、声聞いてない、マジで。お母さんがいろいろとあれやってこれやってって指示出すんですけども、まあ、無視。あ、今声聞こえた、ようやく声聞こえた、今更って感じよ。撮ってる時に声出してほしかったな。今いるエリア、先ほどと同じようにこのようにガラーンとしておりまして、この奥にもまた別のものを扱っているエリアがあるみたいなんですよ。今度そっち行ってみます。いや、さっきの子ここまで声聞こえてくる、まあ、多分このカメラで撮られてすごい緊張したんでしょうね。わかります。野菜があるってことは、そうです、フィッシュ、お魚もあります。次は魚市場行ってみましょう。わあ、すげえぞこれ。お、魚臭すごい。でしかもめっちゃ綺麗。だいたいこういった魚とか扱ってるところ、虫が湧いたりだとかそういったのが多いんですけども、ご覧いただいている通りハエなしで、フロア自体もめっちゃ綺麗。わあ、金目すげえな。これ日本で買ったらめっちゃするんだろうな。いや、いいね、魚いっぱい揃ってるよこれ。ちっちゃい魚から、もう見たこともないような、こんなでっかい魚まで。すげえ、え、なんだこれ、マグロかなこれ、ブリ、めっちゃでかいよこれ。ほら、これノルウェー産のサーモン、まあ、残念ながらイクラの部分、スジコの部分ですかね、魚卵はこのようにもう腹裂かれて多分取られてるとは思うんですけども、ノルウェー産のサーモンがまさかこのまま売ってると思いませんでした。冷凍であったり、それだったらよく見るとは思うんですけども、このままおそらくノルウェーから空輸されてるんでしょうね。アジアンシーバス、サウジアラビア。なんだろうこれ、どんな魚なんでしょうね。1キロ35ディリハムということでした。カニ、カニ、なんだこれなんかよくわからない魚までいる。エビ、そしてイカ、え、なんだこれ、カツオかな、マグロかなこれ。いや、カツオかきっと。すごい加工場がありますよ、加工場で。しかもスタッフも20人ぐらいいる。暇そうにしてる人から忙しそうで働いてる方まで、いろんな方いらっしゃいます。エビの腹綿、背綿抜いてんのかなこれ、すげえさばいてるよ。ほうあ、これ多分希望の調理をここでしてくれるってことかな。今後ろに人がいるんですけど、どうするみたいな形でジェスチャーを送ったので、おそらくいろんな形に加工してくれるんでしょうね。今これはイカを切っている最中です。すごい、サメまで売ってる、サメ。へえ、なんだこの魚、でっけえ、1メートルぐらいある。サメも1メートルぐらいあるんですけども、まさかサメまで売ってると思わなかったな。この魚も鱗すごい硬そう、詰め込みすぎじゃねえってぐらい魚泳いでる。魚たちもこれ大変じゃないのかな、これもうぎっしりよぎっしり。ちなみに隣にも水槽あるんですけども、隣の水槽はまあまあまあ比較的ゆったりとしてる。お、攻撃してた、この魚がこの魚に攻撃しました今で。これに比べてこれよ人混み密ですね、まさに密。今度はイケス、このイケスにもいっぱい魚いる。うわ、200匹以上じゃないかなこれ。フィッシュがあるってことはもちろんお肉、ミートもございますね。次お肉コーナーのぞきます。さてさて、お肉コーナーも綺麗だな、やっぱりお肉の香りがすごい、まあ、生臭さって言った方が近いかな、肉臭、これがすごい。はい、これはラムかな、ラム臭だなこれ、ラム臭がすごいですわ。いろんな部位のお肉売ってます。取って取れと。お、今何やってんだろうな、あ、お肉をカットしてるのか。はい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 、ジンギスカン食いてえな。いや、いいお肉だなこれ、新鮮だし。おー、いいね。まあ、このように塊でもお肉ドーンと売ってます。これはオーストラリア産のラム肉ということかな、隣はパキスタン産の牛肉ということでしょうか。いろんな部位売ってるマジで。エミレーツのラウンジのステーキとかもパキスタンの牛肉なのかもしれないですね。こう見るとめちゃくちゃ美味しかったな。想像してた牛さんの姿と違う、なんだか威厳がすごいですよね。他にもこんな牛さん
日本だったらこんな牛じゃないですもんね。これがこうなるみたいです。絶賛熟成肉作ってる最中だな。これ確か熟成肉作るときってこういった布をかぶせるったら熟成の度合いが早く進むっていうのを聞いたことがあります。ちなみにこれインドのマトン、いや羊もすごいな、こんな姿してんの、マジか。さて市場を出ましたが、もちろん鶏肉も売っておりました。ここのスークもすごかったな。野菜もお肉も魚も何でもある。そしてこの奥がバスターミナルがありますので、あのバスターミナルからドバイはもちろんアブダビなどにも行けるんじゃないかな。他の市長国にもでも行けるのではないかと思います。それではまた次の場所行ってきます。今ローラスクエアという広場に来ております。まあ、広場言うても人の姿はほぼおりません。正面に見えるのは郵便局で、こっちはモスクがあったり、ここがシャルジャの中心部ということらしいです。あまり人はいないですね。それはこの時間めちゃくちゃ暑いので出歩かない理由がわかります。早く宿に戻りたい、それぐらい暑いです。現在は暑いよ。ただいま正面に見えているのはキングファイサルモスクというモスクになりまして、このモスクが実は UAE の中で一番大きいモスクらしいです。一度に3000人以上が礼拝できるほどの広さを誇っておりまして、サウジアラビアの資金援助で作られたということでした。資金援助を受けなくても UAE もそれなりにお金持ってるとは思うんですけどね。ものすごく巨大なモスクがあるシャルジャのモスク、キングファイサルモスクでした。お部屋に戻ってきました。ちょっとあっちんだわ、やっぱりすぐシャワー浴びちゃいました。今回はシャルジャの街いろいろと歩いてみたんですけれども、はっきり言うと特に何かがあるわけではないので、やっぱり見どころの部分ではドバイには遠く及ばないなっていうのが正直な感想です。なので今回 2,3 時間ぐらいしか外歩いてはいなかったんですけども、最低限のスポットは回れたんじゃないかなっていう気はします。今回一番印象に残ったのが市場スークで、最初に行ったスークではなくて野菜とかお肉お魚売ってる方のスーク、あそこすごい綺麗でした。今まで世界いろんな国回ってきましたが、ああいったスタイルの市場で今までで一番綺麗でした。ハエの1匹すらいないです。なので今回の旅、最初エジプトかな、エジプト行った時はもうありえない会話しました。まあ、ハエうじゃうじゃいる、まあ、そう仕方ないとして、そこよりかはハエが少ないわなとか、そこよりもハエが少ないな、いやこっちの方がハエが多いなとか、普段あんまりしないような会話した記憶があるんですけども、清潔感バッチリです。またお肉コーナーでは羊毛が全部もう削ぎ落とされて、もうそのまんま頭蓋骨も肉ついて、ね、うわーすごいなだとか、あとは牛の顔をそのまま映ったりだとか、ちょっと僕もさすがにビデオに映せないなっていうところまであったので、いやーすごかったですわ。ちょっと気分がげんなりしてしまいまして、回復するのに数十分かかったんですけども、それぐらいなかなかえげつないものが売ったりする市場でした。まあ、ただ面白かったので、ああいった市場は今まで行ったことない、綺麗だったのでびっくりしました。なので今回シャルジャの街行きましたけども、半日あれば十分かな。なのでドバイに宿を置いて日帰りにフラッと来るぐらいでも十分楽しめる街かなと思いましたので、皆様方もぜひドバイ来た際シャルジャを目的地にしてもいいですけれども、ちょこっと行ってみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここで失礼いたします。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の旅費は皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッターインスタのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。本日はドバイ首長国連邦の首長国の一つシャルジャ首長国、こちらを紹介いたしました。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。